メレディスは、アメリカ海軍の駆逐艦、ウィックス級駆逐艦の一隻。艦名は、バーバリ戦争で、ジョントリップ隊員の命を救った、海兵隊軍総ジ女ナサン・メレディスにちなむ。メレディスは1918年6月26日に、マサチューセッツ州クインシーのフォアリバーー戦勝で、帰港した。1918年9月22日に、ウィリアム F ・メレディス夫人によって浸水し、 1919年1月29日に、ボストンで、艦長、H.H. マイケルズ中佐の指揮下収益する。大西洋艦隊駆逐艦隊に配属されたメレディスは、ロードアイランド州ニューポートに移動し、2月18日に、キューバへ、成長巡行に向かった。しかしながら2月22日に命令を受け、他の5隻の駆逐艦と合流し、 フランスから帰還するウィルソン大統領の上官するジョージ・ワシントンを護衛してボストンに向かった。その後2月26日に成長巡航を再開した。メレディスは5月1日にニューヨークを出港ニューファンドランドのトレパシー1に向かい、海軍のカーチス NC-4 飛行艇による初の大西洋横断飛行の先導艦任務に従事する。5月22日に ボストンに帰還し、メレディスは第2駆逐小艦隊と共に東海岸を11月まで巡航、その後ニューポート沖で法術訓練を主とした訓練を行い、続いてバージニア州ノーフォークで修理を行った。1922年1月26日にサウスカロライナ州チャールストンで部隊に復帰し、艦隊訓練に従事後4月5日に不活性化のため、 フィラデルフィア海軍造船所に入居した。メレディスは1922年6月28日に退役、フィラデルフィアに泊まった後ロンドン海軍軍縮場役に、従って1936年9月29日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。